はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん診断で登場した春化粧というね、このモンスター軍、これご存知でしょうか。まあはっきり言って地属性モンスターに対する革命が起きてるんですよ、この春化粧というテーマ。これどういう効果かっていうと、固有効果でなんかいろいろあるんだけど、共通効果ではモンスター1体か春化粧を捨てると、なんかこういう効果が発動できて、でさらにその効果の発動後、自分の墓地から地属性を特殊召喚できるっていう、要は手札からなんか適当なモンスターを捨ててそいつを蘇生できるっていうことなんですね。はい、でこのターン自分は地属性以外のモンスターの効果を発動できないよっていう強烈な縛りがついちゃうんですけども、地属性の効果でゴリゴリ押していくようなテーマであれば、この春化粧めちゃくちゃ相性が良くて、まあその展開力が上がるということなんですね。これを入れておくと。でですね、まあどういうテーマと相性がいいか、結構いろいろありますね。地属性って強いテーマね。まあ今回はマシンナーズ、無限軌道、列車あたり入ってるんですけども、まあ他にもね、例えば小悪魔とか、それからガジェットとか、アマゾネスとかウォークライとか、まあその辺はちょっと強いかどうかは置いといて、まあそういうね、テーマとは相性がいいんですけども、まあ今後ご登壇します。で今日やっていくのは、この展開力が爆発的に上がった、マシンナーズ無限軌道列車、無限列車編、これを使いまして何ができるようになったか。あのね、グスタフマックスの効果をね4連打できるようになったんですよね先行で、はい、昔というか今まではこういうあのマシンナーズの列車って意外とまあ先行で結構準備をしてね、次のターンで動く準備をして、で高校とか、まあ、3ターン目からでワンキルをしていくっていうテーマかと思われていたと思うんですけども、春化粧の展開力がやばすぎて、グスタフマックスの効果を一旦に4回使うということができるようになりました つまりですよ、つまり2000バーン ×4、 つまり8000バーンを相手の顔面に叩きつけることができるようになりましたんで、さすがにガチでやべえことが起きてる。ちなみにこれ手札2枚からいきます。春化粧、この丘または苗、苗かすか、丘芽部、どっちかプラス、クランチオア再編成、再編成か、これどれか あの4枚のうち2枚来てればいいので、結構再現性は高いね。まあそういうスーパー先行ワンキルコンボになりましたね。はい、ちなみに先行ワンキルもできるし、まあちゃんと後行ワンキルも今まで通りできるようになってるんで、ありえんぐらい強くなってると言っても過言ではありません。これは、はい、ティアラメンツとかあんまり誘発入ってないですし、先行ワンキル意外と決まるかなと思うので、ティアラメンツ環境でもワンチャングサクマックスの方が4連打すれば勝てるっていう説がありますんで、早速ね、この、超ド級砲塔列車グスタフマックスのバーン4連打合戦見せていきましょう。デュエルスタンバイ。思い知らせてやるぜ、春化粧というデッキがどういうデッキかな。マシンナースメタルクランチを召喚、効果発動なんかあるな、ちょっと無限保有だけやめて。オッケー、マシンナーズメタルクランチの効果によってスーパーインチキサーチをするぜ。さあこの3枚を見せつけて、かメタルクランチ別にこれもうあれでよくない、確定でよくないもん、これサーチでも確定はさすがに強すぎるか。さあナエカスの効果発動、ナエカスの効果によりスクラップリサイクラーを墓地に送り、墓地のモンスターを特殊召喚したい、増殖するうち許さない、黙れ、いけ幼女、ゴキブリを食べて無効にするんだ。幼女の主食はゴキブリ、パク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 、この裏のエフェクトいいよね。そしてオカメブ持ってきて、でモンスターを特殊召喚、現れろスクラップリサイクラー、リサイクラーの効果発動、このモンスターの効果により、機械族モンスターを一体墓地に送ることができるぜ。これによってマシンナーズカーネルを墓地に送っていく。そして、マシンナーズメタルクランチとスクラップリサイクラーの2体を使ってリンク召喚、現れろアンティークギアパルスティックシューター、パルスティックバリスティックどっち、まあいいや、効果発動、アンティークギアボックスをサーチし、バックスの効果、バックスの効果によって無限軌道トレンチャーを取り出していく。そしてオカメブの効果を発動するで、オカメブの効果によって手札からモンスターを墓地に送り、オカメブの効果によりナエカスを持ってきて、そして墓地からモンスターを特殊召喚、再び現れろスクラップリサイクラー過労死そしてスクラップリサイクラーのモンスター効果発動、
スクラップリサイクラーのモンスター効果により、自分の墓地にルインフォースを叩き込んでいく。そしてスクラップモンスターを含むモンスター2体でリンク召喚。あらあらろ、スクラップアイボーン。あ、ちなみにあのな、ハルケシオの効果使っちゃうとあの地属性モンスターの効果しか発動できないんですが、出すことだけはできるんでルインフォースも別に出すことができます。そしてスクラップリサイクラーを爆破し、スクラップリサイクラーが爆破したためスクラップアイバーンの効果とマシンナーズカーネルのモンスター効果が発動される。さあ俺の効果によって地属性機械族が破壊されたためマシンナーズカーネルは蘇り、さらにスクラップアイバーンの効果によりデッキからスクラップゴーレムを特殊召喚し自身を叩き割っていく。バキ。そしてスクラップゴーレムのモンスター効果を発動。スクラップゴーレムのモンスター効果によりスクラップワイバーじゃないスクラップリサイクラーを特殊召喚。そしてリサイクラーの効果発動。リサイクラーの効果によりこれリサイクラー強すぎますね本当に。はい、久しぶりに使いましたけどこれ。そして自分の墓地からレベルがなんか12くらいになるように機械除外してルインフォース爆弾していく。そしてレベル10のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、アラロ生きり出す肉棒、グスタグマックス効果発動。グスタグマックスの効果によりお前のライフに2000ポイントのバンダメージを与える。さらにグスタグマックスと、スクラップリサイクラーでリンク召喚、アラロアンガーナックル。そしてナイカスロック、ナイカスじゃねえ、モリメザの効果と、モリメザの効果により無限起動トレンチャーを墓地に送り、自分の墓地にハーベスターを叩き落とし、そして自分の墓地からモンスターを特殊召喚、アラロロ超ド級砲塔列車グスタグマックス。一気に立っていく。そして自分の墓地に存在するルインフォースの効果を発動。めちゃくちゃもったいねえけど、マシンナーズカーネルをゲームから除外するぜ。ほいほい。さあカーネルを除外するというあまりにも暴挙に出ております今現在。そして機関10連アンガーラックルの効果、スクラップゴーレムを墓地を送り自分の墓地のデリックレインを特殊召喚。そしてレベル10のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、あらあらろゲスタックバックス。生きり立っていくムービーもよあのしつこいんだけどももういいわお前。めちゃくちゃ生きり立つやん。そしてお前のライフ2000ポイントのバンダメージ、まだまだ俺のターンは終わらない。無限起動トレンチャーの効果、ゲームから除外すると自分の墓地の無限起動を特殊召喚できる。現れろ無限起動ハーベスト特殊召喚成功時効果発動。デッキから無限起動モンスター1体を手札に加えることができる。無限起動ブルータルドーザー。そして、ブルータルドーザーのモンスター効果発動。グスタグマックスを墓地送り自身を特殊召喚。そしてブルータルドーザーは特殊召喚成功した場合デッキから無限起動モンスターを特殊召喚することができる。現れろ無限起動スクレイパー。そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろ無限起動リバーストーム。そしてリバーストームモンスター効果発動。オーバーユニットを1つ使いデッキから機械族地属性モンスター1体を手札に加えることができる。これによりセリオンズキングレギュラスを手札に加えていく。 そして、セリオンズキングレギュラスの効果を発動。自分の持ちの機械族モンスターを装備しながら自身を特殊召喚。そしてハーベスターの効果によりお互いのレベルを10に変更。さらにリバーストーム一体でゴライアスをリンク召喚し自分のもちろんリバーストームの効果によりゴライアスをリリースしたらに再び自身を特殊召喚。ゴライアスが墓地を送られた場合の効果を発動、エクシーズモンスターの下に重ねることができる。うおっグスタフマックス3発目だ、いけ発射バゴーン。レベル10のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、あらあらグスタフマックス効果数、うわグスタフマックス4連だうわグスタフマックス最強。これなんかこのデッキのいいところをお伝えしておくんですが、なんか
ワンキルするだけじゃなくて、先行ワンキルするだけじゃなくて、普通にあの無限軌道列車としても戦えるんで、はい、なんか普通自然な採用カードでワンキルできるっていうのがいいですよね、このデッキは。あ、ジガエル、なるほどな、スプライトかな。このティアラメンツ環境においてあのスプライトの立ち位置なんですけども、なんかね、ディメンションアトラクターを積み出すらしいですよ、スプライトが。スプライトって一応ディメンションアトラクターかでも、展開することはできるじゃないですか。あの墓地からモンスター特殊はできないから、エルフとかは無理だけど、別にギガンティックスプライトとかでデッキから出してくることはできるし、あと、スプライトスマッシャー、スマッシャーじゃない、スプライトスターターとかでデッキから出してくることはできるじゃないですか。だからディメンションアトラクターをなんかぶん投げてから普通にティアラミツめでながら普通に展開するっていう動きをすると結構いけるらしいですよ。だからスプライトデッキを使いたい方はね、ディメンションアトラクターを入れて、ディメンションアトラクター入りスプライトを回せばワンチャン抗えるって聞きました。なかなかいい制圧場面を教えてくるじゃねえか。うわー、ガンママンの、ガンマアルセンゲやめて。ガンマアルセンゲやめてくれや。あー、なるほど。まずはとりあえずリフォーメーションで、キャロットの効果使わせて、でキャロットでコスト見てから考えるか。エルフとかにしちゃうとあれだもんね。誰か行くもんね。マスカレーナか、まあ、ラムだか、エルフはどっか行くから。あ、オッケーで、キエウセタサイクレームロードガンマ、あ、ラムダ、消え失せた。で、魔法カード無効にして破壊していく。とりあえず無限軌道ハーベスター攻撃表示で召喚効果発動。さあ、無限軌道ハーベスターの効果により、無限軌道モンスターを手段に加えるという効果と、重機化列車デリックレーンを特殊召喚、持続性機械族が特殊召喚された場合、このカードを自身を特殊召喚することができる。さあ行け。ちなみに打点は半分になります。まあつまりキャロットは抜けません。よし、これで俺は何がしているのかっていうことを見せてやるぜ。行くぜ、無限起動ハーベスターの効果を発動。このモンスターの効果はフィールドのモンスターと自分のレベルをなんか、合わせて合体させるという効果を持っているぜ。レベル12のモンスターが2体通る。よし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 。来た、レベル12のモンスターが2体で来るぞ。ユーマ行け、メガロキアーゼウス聖騎召喚。さあどうしますか。 IP マスカレーナ、うるせえ、黙れおらうるせえ。抜かったらスプライトさんよ、抜かったらスプライトさんよ。これができるんですよね、このデッキ。メガロギアアーゼウス聖騎召喚とかいう意味不明ムーブができるっていうことだけ言っとくわ。さあ、無限軌道トレンチャーを墓地に送って、そして自分のデッキから、オカメブを持ってくることができるぜ。そして自分の墓地から機械族モンスターを特殊召喚できる。あとは打点を作りに行く感じですね、基本的には。まあリバーストームを出しに行けばいいと思うので、とりあえずちょっと、もうレベル5の無限軌道全部引いちゃったので、普通に出していくしかないかなといったところなんですが、とりあえず森メザーを持ってきて、でモンスターを特殊召喚していくぜ。そしてブルータルゾーザーレベル5のモンスターが2体で来るぞ。ユーマ来るぞ来るぞ来るぞ。ユーマレベル5のモンスターが 2体でオーバーレイエクシーズ召喚、現れろ。無限軌道リバーストーム、リバーストームのモンスター効果を発動。リバーストームのモンスター効果によるオーバーレイを1つ使い、デッキから持続性機械族モンスター相対を手札に加えることができる。現れろセリオンズキングレギュラス。そして、セリオンズキングレギュラスのモンスター効果発動。セリオンズキングレギュラスは、自分の墓地の機械族モンスター相対を装備することにより自身を特殊召喚することができる。行けセリオンズキングレギュラス。ウィー。そして一旦無限軌道ゴライアスを特殊召喚していくぜ。ほっ、さらに無限軌道リバーストームの効果、いやトレンチャーの効果だな、トレンチャーの効果を発動。トレンチャーの効果によって、自分の墓地から無限軌道モンスターを特殊召喚していく。
さらにこれはバリスティ、バリスティダッシュか、ゴライアスと無限機動ブルータルドーザーでバリスティダッシュいく、バリスティ効果発動、バリスティックの効果、まあ一応ゴライアスも効果発動、あんま関係ない気がするけどな、あんまり関係ない、あんまり関係ない、まあ一応入れといてもいいけど、まあどっちでもいいか、どっちでもいい、まあいいや、いいや、もうキャンセル、アンティークギアボックスを手札に加えていく、森メザ効果発動、森メザ効果によってボックスを捨て自分の墓地にカードを送り、そして、モンスターを特殊召喚、めちゃくちゃモンスター特、あの特殊召喚できるモンスターいっぱいいんだいっぱいいるんだが、まあ、とりあえずデリックレーンを特殊召喚していくぜ、さらに自分の墓地に存在するスクレーパーの効果を発動するぜ、うおー、このカードゲームから除外し、カードを5枚戻してカードを2枚ドロー、うおー、なるほど、意味なかったです。ただこれ打点超えてますか、さすがに7000ですね、相手ライフ行きましたか、これはさすがに行け、うおーうおー、今回の勝因はネガロギア・アーゼウス正規召喚だぜ対戦ありがとうございました。まあまくれはすんじゃねえか、さすがにこんだけ春化粧来てた、やべえ春化粧デッキだ、いやこれはなかなか熱いぞ、君も春化粧のパンかい、春化粧使ってる人ほとんど見ないんですけどねティアラメンツ環境すぎて春化粧使ってるやつほとんどいないけど、春化粧使うと会うと嬉しいな、っていうかそう、ちょっと待って、あの反応強くない、そう反応強くない、ちょっと待って、この動きされるとものすごい量のアドバンテージ稼がれた上でモンスター横にめちゃ並ぶんですけど、これやばいかな、春化粧っていうデッキはですね、ガジェットと組み合わせとめちゃくちゃ相性良くて、こんな感じでその手札にあのコストを用意しながらバンバン横に並べていけるんで、なんかすげえ強いんですよ、お金で終わ、苗かすと、ガジェットモンスターなんかっていうハンドが一番強くて、そうするとなんかこんな感じで連鎖していくという話がありまして、でリバイバルも出てきてやばいことが起きると、やべえ世界終わりそうで、リバイバルゴーレムとレッドガジェットが並んでレベル4が4体並びました、やばいです、ちなみにこれまだ特殊召喚しかしてないんで召喚権使ってませんといや強すぎる、強すぎるんですけど、やばいやばい、終わる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 、テラフォーミング、はいはいはい、オッケーで、京都ウォーターフロント、え何このデッキ、全然知らねえデッキ来た、なんか俺が思ってる春化粧じゃねえ、なんだこれスカラテッドだと、ダーニーダーニーなんだと、まあ確かにスカラテッドは地属性だから相性はいいか、ガメシエルって水だよね、ガメシエルくんって水だよね、クモグス、クモグスクモグスってどういうこと、クモグスくんって、え何すんのクモグスって、お出てきたぞ、相手がモンスターの召喚特殊召喚成功したとき、自分相手フィールドの相手がモンスターの召喚特殊召喚成功したときに自分相手フィールド上の怪獣カウント2つ除いて端子の上で攻撃できず効果無効、あデモンズチェーンか、なるほど、えこれ毎回毎回デモ落ちして、デモ落ちしてくるってことこれ、え強くねえ無限デモ落ちなんだけどこれやばい、メタルクランチを召喚、メタルクランチのモンスター効果を発動するぜ、メタルクランチのモンスター効果により、まあですよね、でこれデモンズチェーン食らう、やべえぜ、怪獣カウンターの数だけデモンズチェーンが乗るぜやばいぜ、さあ、重機化列車デリックレーンを特殊召喚していく、デリックレーンは地属性機械が出てくると自分を特殊召喚しながらなんか打点が半分になるという効果を持っている、やばいぞこれ、リンク召喚とかしたら怪獣カウンター乗るしな、でも春騎手だったら手札から捨てる特殊召喚だから乗らねえか、オカメブの効果を発動するぜ、オカメブの効果
スクラップリサイクラーを墓地に送り、自分のデッキから、森メザを持ってきながら自分の墓地からモンスターを特殊召喚。あらららスクラップリサイクラー特殊召喚成功時効果発動やべえ、これカウンター使わせることはできたか、全部全ての怪獣カウンターを使わせることはできたが、攻めてないんだけど、どうしたらいいこれ2800なんとかして抜けないですかね、これ無理だ、抜けねえ抜けねえ、待って、このクモグシとかいうモンスター強すぎなんだけど、お無理だわ、全然無理は、死ぬほど強いわけこのデッキ、なこのデッキ無限デモンズチェーンできるのね君は。いやごめんクモグスくん、完璧に舐めてたわ